皆様こんにちは。株式会社ハクテン代表取締役社長の原田です。ハクテンについてご紹介する動画を3本立てでお送りしていますが、2本目の今回も長年 IR 業界で市場との対話を続けてこられたマーケットリバー株式会社代表の市川さんと対談形式でお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。2本目のこちらの動画では、体験型マーケティングの変革者ハクテン、広告業界での独自のポジショニングと題して、新社長の原田さんにハクテンの取り巻く事業環境と独自のポジショニングについてお話ししてもらおうと思います。それでは早速ですが、はじめにハクテンが置かれている事業環境、それから市場見込みについて教えてください。はい、主要な事業領域である国内のイベント市場、ディスプレイ市場はコロナの影響から完全に回復しています。はい、あとは関連する市場である、インターネット広告市場、デジタルの事業領域は著しく成長が期待されています。数字で言いますと、広告業界イベント領域が3000億、ですね、ディスプレイ業界市場規模が約4100億円、はい、とインターネット広告市場は、約2兆7900億円です。はい、いずれの市場とも、今年から来年にかけて、成長が見込まれていますね。で、私その、インターネット業界に長くいたんですけれども、インターネット業界からそれからオフラインの方ですね、オンラインとオフラインとか、オフラインとオンラインみたいな、相互に関連し合っている市場で、しかもその伸びていると、こういうところに、ハクテンがポジショニングしているっていうことなんですが、この3つそれぞれの業界での、類似の、企業同業他社について教えてもらえますか。はい、まず広告業界イベント領域ですと、フロンティアインターナショナルさん、 TOW さん、あとは電通博報堂のグループ会社が、競合というか、同業になります。同業なんですね。あとディスプレイ業界で言いますと、野村工芸社さん、丹精社さんというところが大手、2大大手になります。そしてインターネット広告が、もちろんサイバーエージェントさんとか、そういうところがたくさんなっています。なるほど。はい、成長業界であるインターネット広告市場っていうところにも関連しますが、オンラインからオフライン、そこにアクセスしているような、相互に影響している3つの市場、いずれも伸びているということですね。この業界におけるそのハクテンのポジショニングについて教えてもらえますか。ポジショニングになりますが、縦軸が課題解決、下が政策実行ですね。はい、で横軸が右側が体験で、反対側がメディアっていうところになるんですけども、ね、我々はその中で言うと課題解決、マーケティング価値と、あとその体験基軸っていうところを取れる独自のポジショニングを狙ってますし、今そこに対して価値を届けています。はい、なるほど。お客様の課題解決をですね、上流の戦略面からもちろんサポートするとともに、やっぱりそれをちゃんとクオリティの高いもので政策実行まで、実現までお届けするっていう、そこで成果を最大化するっていうところが我々の特徴になります。はい、この右側のところに注目すると、ディスプレイ業界の、他社さんは、どちらかというと、言われたことをしっかりやるタイプで、でハクテンさんはもう少し課題解決型、大手広告代理店と比べると、メディアみたいな CM とかじゃなくて、ハクテンさんはもうちょっと体験を作る方に行っているって、そこが違うっていうことですかね。具体的な事例について教えていただけますか。はい、まず一つ目は1月に開催されたオートサロンという展示会のブリヂストン様のブースです。ブリヂストン様は2019年から出展をサポートさせていただきます。ちょっと途中ね、コロナで、中止はあったんですけども、でブリヂストンさん第3の創業としてサスティナブルなソリューションカンパニーになるという方針を立てられたんですね。それに対して、2022年の出展の際の企画で、10年後も、20年後もユーザーに走るワクワクを提供し続けるために、今ブリヂストンさんが望む姿を表現したんですね。でそこで我々がトゥモローロードというコンセプトを提案しました。そして自分たちでコンセプトを作った、そこをプランニング、デザイン、コンテンツ制作から施工まで、トータルに至るまで我々がサポートしました。はい、
その翌年もですね、2027年の今年もですね、こうやっぱそのコンセプトを非常に気に入っていただきまして、はい、トゥモローロードっていうのは変更しないで、はい、さらにその中身の企画をアップデート、それがこのお写真ということですね。あ、そうです、はい、中身はやっぱりこうより来場者さんがこうタッチパネルとかタイヤに触れるとこう情報がこう見えるだったりとか、まあ、様々なこうデジタル演出を用いた体験設計を企画制作しました。はい、もうまさにワクワクするような、まあ、華やかでトゥモローロードっていう、こうディスプレイですし、まあ、いろんなこうタッチパネルとか使って、まあ、体験できるっていうことでいうと、その今までのイベントの展示とはまた一歩進んだ形ですね。ブリッソンさんの担当者のコメントが出ている記事も拝見しまして、まあ、当初そのブリッソンさんのサステナビリティっていうところのコンセプトをうまく白天さんが解釈されて、まあ、結果的にその多くの共感を得られたというふうにブリッジストンの方が話されていて、まあ、喜ばれていたのを見ました。まあ本当にちょっといいなと思いました。もう一つ事例いただけますでしょうか。はい、続いては、B2C イベントの実績になります。コーチマートです。これ昨年の11月から12月の間ですね、こう原宿のある場所でこう開設されたポップアップストアになりますね。はい、ヒントとしましては、これ担当者のものに聞いたんですけども、こう日本のマートとアメリカのコンビニエンスストアからインスピレーションを得て、なんか可愛いですね。そうですね、こう世界初のこうコンビニ風ポップアップストアっていうのをオープンしました。これも、もちろんそのコンセプトの、はい、企画設計、会場空間デザイン、施工、その中、はい、あとはノベルティ制作とか店員さんが着てるユニフォーム、運営、会場提案っていうのをこう本当にこう全てですね、全部ですね、はい、来場者さんがこう楽しめる体験型の仕掛けとして、まあ、夜なんかこれちょっとね写真昼間なんですけども、ネオンライティングだったりとか、あとはこうオリジナルのこうショッピングカート、あとフォトブース、フォトスポットとかも設置しました。まさに体験型ですね。はい、やっぱりこういうブランドのこう新たなファン層を獲得する、そういうような体験設計っていうのは我々非常に得意なんですよ。うん、もうなんかこう100年続いてるブランドをしっかりやってくれとかっていうよりも、はい、やっぱりこう新たなこうところにチャレンジしたい、はい、新たな領域ファン層を獲得したいっていう時に、やっぱり我々のこういうクリエイティブから制作施工までを一貫としてやってるっていうことが非常にお客さんの期待に応えられてる。なるほど、そこがこう協業他社さんとの違いかなって思ってます。はい、なるほど、もうザ・コーチみたいなブランドストアみたいなものはむしろその他社さんが強くて、うん、まあ、白天さんはこの、まあ、ちょっと今までとは違う顧客層を捕まえるときに、うん、まあ、こういう新しいポップストアみたいなものをまあ提案できるっていう、まあ、コンセプトから提案できるっていう、はいはい、そこがやっぱり違うんですね。まあ、そうすると、まあ、いろんなお客様のニーズを捉えられてるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、最近、まあ、どういう傾向がお客様にあるのかっていうことについて教えていただけますでしょうか。はい、今までこう2つの、ね、はい、事例でご覧いただいたようにですね、顧客、さらにその顧客の先のユーザーへの体験っていうのは、そのニーズっていうのは本当に高まってるなって思ってます。まあ、その他にもちろんこうコロナでね、こう便利さが分かったデジタル化への促進とか、はい、あとはもちろんこうサステナビリティ、環境配慮とかっていうところは、ね、もう本当に大前提としてなってますね。そんなこう時代環境に対してこう時代の変化に対応してこうなんか課題を見つけたんでやってくれというよりは、一緒に課題を見つけてこう解決していくようなパートナーっていうのが求められてるなっていうのをひしひしと感じてます。まあ、こういったその、まあ、デジタルはもちろんですけれども、デジタルとリアルの融合であったり、まあ、サステナビリティっていうのは私もいろんな業界で感じておりまして、まあ、こういう変化に対応するのは必須だなと思います。まあ、もう一度そうですね、同業他社に対しての、まあ、競争優位性について改めて教えていただけますでしょうか。はい、1本目の動画でも簡単には触れましたけども、はい、やっぱりこう体験基軸にしてこうデジタルとリアルを融合させてワンストップで提供できるっていうことが我々の独自性になります。はい、それから、まあ、コロナを経て、まあ、リアルが復活しているってことも、うん、先ほどもあったような、まあ、イベントとかポップスターみたいなところがニーズが高まってるっていうところですかね。そうですね、はい、はい、まあ、特に他社が、できないところっていう強みみたいなものを教えていただけますか。うん、
はい、この後じっくり説明するんですけども、この制作プロダクトマネジメント、クリエイティブ、はい、サスティナブルっていうやっぱこの3つの機能を直接、我々で持ってまして、それを直接お客さんの手に届けるっていうところですね、はい、この3つを持ってるっていうのは本当に強みだと思ってます。はい、この、まあ、円で書かれた3つの強み、まあ、1つずつ教えていただけますでしょうか。はい、まずはクリエイティブになりますが、我々こうもう100名を超えるクリエイティブメンバーを抱えています。はい、で本当にここに書いてあるように、こうそれぞれがデザインであったりプランニングであったり、あとはデジタル、あとはそのイベントの未来を探求するようなチームであったりとか、はい、そういった本当にこう個性あふれるメンバーが揃ってます。はいはい、クリエイティブメンバー100名っていう数もすごいですけれども、まあ、それぞれの専門性も高そうですよね。うん、次にもう一つの強み、制作プロダクトマネジメントについてはどうでしょうか。まずはこの高い技術力を持つこの規模っていうのは国内最大です。はい、その中でこの本当に、まあ、思いを形にって書いてありますが、いろんなコンセプト、人の思いっていうのを形にしていく、そしてこうそのものづくりを超えたこう体験価値の追求っていうのを目指してやってます。今これ大阪と東京に2拠点で稼働してまして、造作だけじゃなくてグラフィックとかね、はい、そういうのも自分たちの手で作っております。あ、はい、まあ、クリエイティビティ、まあ、だけじゃなくてで、まあ、それをちゃんとこう実際のものに、まあ、落とし込む、まあ、クオリティ高くっていうところはやっぱり現場があるからっていうことですかね。まあ、お客様も安心だと思います。3つ目の強み、サスティナビリティの取り組みについて教えてください。はい、博展ではこう2021年からですね、こうサスティナビリティをこう推進する専門の部隊を設立しました。はい、ここでですね、事業の軸であるイベントのサスティナビリティっていうのを推進しています。本当にこれは自分たちのですね、価値を向上していくため、はい、本当にこの我々の競争優位のためにこの部門を設立しました。はい、競争戦略としてのサスティナビリティとタイトルにありますけれども、まあ、単にいいことをやっているようではなくて、お客様のニーズに応える中でのサスティナビリティということで、まあ、売上に効くというか、まあ、本当に事業に組み込んでいる、まあ、そこがまあ、いいところではないかなというふうに私は思いました。まあ、最後に、まあ、お客様がどう増えているかっていうその顧客数の推移について教えていただけますか。はい、こちらに書いてありますが、本当に多数のお客様と深い信頼関係を築いております、築かせていただいております。代理店を通さず直接的な取引っていうのをさせてもらってます。やはりこう我々体験の価値をもっともっと届けたい、そのためにはやっぱり自分たちが直接お客さんと対話する、会話するってことが大事だと思ってます。取引者数にしてはこう 24% アップ、645社になりました。はい、これからもっともっと伸びていくと思いますし、はい、やっぱりお客様は一つ一つの課題にもっともっと答えていきたいという夢で、はい、顧客単価っていうところにも我々注力しています。これもしっかり伸ばしていきたいと思っています。はい、今後どれくらいの企業が、まあ、数でいうと博展のターゲット市場になるのでしょうか。はい、国内では約4000、3900社ぐらいですかね、うんうん、の上場企業がありますが、まだまだその 16% 程度しかお取引できてません。なおかつこう、まあ、従業員300人以上の企業数でいうともう1万超えますよね。うん、ですね。なのでまだまだこうターゲットとなる会社はたくさんあります。さらに我々外資系のお客様も、はい、あります。実績にもありますが、さっきのコーチ様、はい、ナイキさんとか BMW さんとか、そういう本当にこう海外のね、確立しているブランド様ともお取引してます。でこれから先で言いますと、こう B2B の企業っていうのは本当に自分たちの独自のブランドを作っていきたいって声を非常に多くいただいてますので、このあたりの取引先っていうのはどんどん拡大できていくかなっていうのを思っています。はい、で3カ年計画です と、2025年12月にはこう 24% の800社っていうところを想定しています。はい、645社から800社、うん、まあ、そして直接取引が 89% っていうことは、まあ、利益率も結構高いのかな、高くなるのかなっていうふうに思ってます。はい、まあ、今後もますます期待できますよね。はい、ぜひ期待してください。はい、はい、市川さんありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴いただいた皆様もありがとうございました。この動画の他に
ハクテンについての概要と今後の成長戦略についてご紹介する動画もありますので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。